今日午後5時ごろ、東京新宿区にあるマンションの地下駐車場で、点検中の消火設備が誤作動し、30代から60代の男性作業員6人が、二酸化炭素ガスの充満した駐車場内に取り残されました。1人は自力で脱出しましたが、4人が死亡、1人が意識不明の重体だということです。警視庁が詳しい状況を調べています。